ということで、本日は日本史の教科書を読んでいきます。第1部、原始、古代。人類の歴史は今からおよそ700万年前、地質時代区分でいう新第三、もう一度、人類の歴史は今からおよそ700万年前、地質時代区分でいう新第三期の終わり頃に始まるが、猿人、原人、旧人の段階を経て現代人と同じ新人が出現するのは約20万年前と考えられる。彼らは野生の動植物を狩猟、採取して生活し、さらに植物を栽培し、動物を飼育する農耕牧畜の段階に進むと、急速に社会を発展させた。紀元前7000年頃、エジプト、メソポタミアの肥沃な三日月地帯と呼ばれる地域で農耕牧畜が始まった。やがて強力な帝王の支配の下で、ピラミッドや神殿などの巨大な建造物が築かれ、象形文字や楔形文字で記録する方法も考え出された。農耕牧畜の文化は約4000年の間に西はヨーロッパから東は中国に至るユーラシア大陸に広まり、西方ではギリシャ、ローマ文化、東方では漢文化、インド文化を開花させ、ローマ帝国と漢帝国の間にはシルクロード、金の道と呼ばれる東西交流の道も開かれた。やがてゲルマン人の大移動が活発になり、西のローマ帝国では支配が崩れ、東の漢帝国も分裂の後、北方民族の侵入を受けて五胡十六国時代を迎えた。民族移動によって新しい地での活動を始めたゲルマン人の中で、フランク王国を中心に新しい支配体制が生まれ、キリスト教を奉じて封建社会が築かれていった。一方、中国では律令制度をもとにして隋、唐が国家統一を図り、その下で文化が栄え、次の層に受け継がれていった。同じ頃、東西間に横たわる乾燥地帯にムハンマドに始まるイスラム帝国が生まれ、イスラム教による独自の文化を広めて8から12世紀に全盛を誇った。このような世界の動きに対し、後進性の旧石器文化から漢進性の縄文文化へと進んだ日本の社会は、中国、朝鮮半島の農耕文化の影響を受けた弥生文化を生み、国家の形成を進め、律令制を導入して古代国家を築いた。しかし、支配層としての貴族の地位は、やがて各地に成長してきた武士によって制約を受けるようになった。第一章、日本文化の曙。文化の始まり。日本列島と日本人。地球上に人類が誕生したのは、今からおよそ700万年前の地質学でいう新第三期の中心性後期である。人類は新第三期の終わり近くから第四期を通じて発展したが、この第四期はおよそ1万年余り前を境に後進性と漢進性とに区分される。後進性は氷河時代とも呼ばれ、寒冷な氷期と比較的温暖な寒氷期が交互に繰り返して訪れ、氷期には海面が現在に比べると著しく下降した。この間に少なくとも2回、日本列島はアジア大陸北東部と陸続きになり、東洋象やナウマン象などがやってきたと想定される。こうした大型動物を追って人類も日本列島に渡来した可能性はあるが、その確実な証拠はまだ発見されていない。最後の氷期が過ぎて寒進性になると海面が上昇し、およそ1万年余り前にはほぼ現在に近い日本列島が成立した。人類は化石人類の研究により猿人、原人、旧人、新人の順に出現したことが知られるが、現在までに日本列島で発見された後進性の化石人骨は、静岡県の浜北人や沖縄県の港川人、山下町道人など、いずれも新人段階のものである。
このうち港川人は南方系とされ、日本列島の後期旧石器人や後の縄文人を南アジア系とする説もある。ただ、列島の後期旧石器文化や初期の縄文文化には北方系要素も強く認められ、日本の旧石器人や縄文人の系統については今後の研究を待つほかない。日本人の原型は古くからアジア大陸に住んでいた人々の子孫の縄文人であり、その後元々は北アジアに住んでいた弥生時代以降に渡来した人々などとの混血を繰り返し、現在の日本人が形成されたとされる。また現在の日本人でも北海道に住むアイヌの人々や沖縄など南西諸島の人々はより強く縄文人の特徴を受け継いでいると考えられている。人類が旧石器時代の生活。人類がまだ金属器を知らなかった石器時代は、主として後進性にあたる。基本的には内から来ただけの惰性石器のみを用いた旧石器時代から間進性になり石器を磨いて仕上げた魔性石器が出現する新石器時代へと移っていった。かつて日本列島には旧石器時代の遺跡が存在しないと考えられていたが、1949年、昭和24年、群馬県の岩宿遺跡の調査により、後進性に堆積した関東ローム層から惰性石器が確認された。以後、日本列島の各地で後進性の地層から石器の発見が相次ぎ、旧石器時代の文化の存在が明らかになった。この時代の人々は狩猟と植物性食料の採取の生活を送っていた。狩猟にはナイフ型石器や戦闘機などの石器を棒の先端につけた石槍を用い、ナウマンゾウ、オオツノジカ、ヘラジカなどの大型動物を捕らえた。人々は獲物や植物性の食料を求めて、絶えず消火栓の流域など一定の範囲内を移動していた。このため住まいも簡単なテント式の小屋で、一時的に同居室を利用することもあった。生活を共にする集団は10人前後の小規模なものであったらしい。こうした小集団がいくつか集まり、遠隔地から石器の原材料を手に入れて分配する部族的な集団も形成されていたと考えられる。また旧石器時代の終わり頃には採石器と呼ばれる小型の石器も出現している。この採石器文化は中国東北部からシベリアにかけて著しく発達したもので、北方から日本列島に及んだものである。今からおよそ1万年余り前の間進性になると、地球の気候も温暖になり、現在に近い自然環境となった。植物は亜寒帯性の針葉樹林に代わり、東日本にはブナや奈良などの落葉広葉樹林が、西日本にはシイなどの照葉樹林が広がった。動物も大型動物は絶滅し、動きの速いニホンシカとイノシシなどが多くなった。こうした自然環境の変化に対応して人々の生活も大きく変わり、縄文文化が成立する。この文化は約1万3000年前から水稲農耕を伴う弥生時代が始まる約2500年前頃までの期間にわたった。縄文文化を特徴づけるのは、増加する中小型動物を射止める狩猟具の弓や、主として植物性食物を煮るための土器、さらに魔性石器の出現などである。この時代に用いられた土器は、表面に木面を平らにするための縄、より糸を転がしてつけた縄文と呼ばれる文様をつけたものが多いので縄文土器と言われ、低温で焼かれた厚手で黒褐色のものが多い。またこの縄文土器の変化から、縄文時代は早期、前期、中期、後期、晩期の6期に区分される。このうち早期の土器は、現在のところ世界で最も古い土器の一つである。アジア大陸などでこれと同じような古い土器が発見されつつあるが、日本列島に住んだ人々も
後進性から感進性への自然環境の変化に対応する新しい文化を早い段階に生み出していたことは確かである。縄文時代の人々は大きく変化した新しい環境に対応していった。特に気候の温暖化に伴って植物性食料の重要性が高まり、前期以降には栗、くるみ、土地、どんぐりなどの木の実や山芋などを採取するばかりではなく、栗林の管理、増殖、山芋などの保護、増殖、さらには豆類、エゴマ、ひょうたんなどの栽培も行われたらしい。また一部に米、麦、泡、ヒエなどの栽培も始まっていた可能性が指摘されているが、本格的な農耕の段階には達していなかった。土掘り用の脱生石斧、石具は木の実をすりつぶす石皿やすり石なども出土している。狩猟には弓矢が使用され、落とし穴なども盛んに利用され、狩猟の主な対象は日本鹿とイノシであった。また海面が上昇する海進の結果、日本列島は入り江の多い島国になり、漁労の発達を促した。このことは今も各地に数多く残る縄文時代の貝塚からわかる。釣り針、森、ヤスなどの骨格器とともに積水、土水が見られ、網を使用した漁法も盛んに行われていた。また丸木舟が各地で発見されており、伊豆大島や南の八丈島にまで縄文時代の遺跡が見られることは、縄文人が外洋航海術持っていたことを物語っている。食料の獲得法が多様化したことによって人々の生活は安定し、安定的な生活が始まった。彼らは地面を掘りくぼめ、その上に屋根をかけた縦穴住居を営んだ。住居の中央に炉を設け、炊事を共にし、同じ屋根の下に住む小家族の住まいであったらしい。集落は日当たりが良く、飲料水の確保にも便利な水辺に近い大地上に営まれた。それは広場を囲んで数軒の縦穴住居が環状に並ぶものが多く、住居だけでなく食料を保存するための貯蔵鉄群や墓地、さらに青森県三内丸山遺跡のように集合住居と考えられる大型の縦穴住居が伴う場合もある。これらのことから縄文時代の社会を構成する基本的な単位は、縦穴住居4から6軒程度の世帯からなる20から30人ほどの集団であったと考えられている。こうした集団は近隣の集団と通婚し、さまざまな情報を交換し合った。また黒曜石など石器の原材料や翡翠、鉱力などの分布状況から、かなり遠方の集団との交易も行われていたことが知られている。人々は集団で力を合わせて働き、彼らの生活を守った。男性は狩猟や石器作り、女性は木の実取りや土器作りに励み、集団には統率者はいても身分の上下関係や貧富の差はなかったと考えられている。縄文人たちはあらゆる自然物や自然現象に霊が存在すると考えたらしい。これをアニミズムというが、呪術によってその災いを避けようとし、また豊かな収穫を祈った。こうした呪術的風習を示す遺物に、女性をかたどった土偶や男性の生殖器を表現されたとされる石棒などがある。縄文時代の中頃から盛んになった罰子の風習は、通過儀礼の一つとして成人式の際などに行われたものと考えられており、集団の統制の厳しさを伺わせる。死者の多くが屈葬されているのは、死者の霊が少女に災いを及ぼすことを恐れたためであろう。また石棒はすごくでかいものからある程度小さいものまで様々である。石棒は本当にでかい。
2メートルを超えるようなものも存在する。多分2メートル超えられるものもあると思うんだな。前博物館で見たやつめっちゃでかかったから。